パソコの課だ。緑化委員が管理してるらしいんだけど、例の2年の先輩も緑化委員らしいな。例のってどっち？変なもんをいろいろ作る方。上白先輩のことか。そうで、うっかりあの花壇を荒らしちまった野球部のやつがいるんだが、その日以来なんかやたらと不幸な目に遭うって騒いでた。それが上白先輩の仕業だと。まさか。俺はそいつの気のせいだと思ってるよ。でしょうね。だいたいあの先輩、他人のことに全然興味なさそうだしね。